2000連続神社ですね。行きましょう。手持ちの札が小さいんですけど、そのまま入れちゃいましょう。ではショップ探しましょう。マークするのをやめるんだ。でやってるところをやるのはね、あんまりおすすめしないんですよ。なぜならば取りに行って戻ってきた時に数字が合わないことが多いんで。なんでね、ちょうどの数字がある時以外はね、人がやってるのをやっちゃいけないんですよね。これまだ見えてるからいいんですけど、残り7ってね。で37手に入れたので、新規のところを回していきましょう。で、一つ目終わりましたね。なんだって?なんとか早くカードを入れて回復買いましょう。で、味方が食らってますね。まず一発目。ちょっと待った、1じゃない。これで2つ目終わりですね。足音か、違うな、自分の足音ですか。なんか足音がずれてるような気がするんですけど、アクターですね。ちょっと待って、回復買いたいんだけど、回復が買えない。よし、とりあえず買おう。なんか飛び道具飛んでる音がするんですが、アクターどこだ。あ、向こうで食らってますね。ずんずんうるさいんですけど、気にせず入れていきましょう。びっくりした。で、飛び道具モードになりましたね。あ、いって。で、通常攻撃モードになったので、そのまま逃げていきましょう。で、飛び道具モードにまた戻ったんで、避けていきましょう。いやー、味方いないとちょっときついな。あー、で、向こうでダウンしてますね。で、どこでついたんだ。ちょっと見えなかったですね。じゃあここでカード入れますか。まあ、遠くから飛び道具撃たれたら終わりです。またはショップに戻られて、オーラ買われて、ベル使われても終わりです。さあ、どうでしょう。で、3ですか。もう1枚入れておきましょう。これで2です。お金は貯まったんですが、問題はショップに無事にたどり着けるかどうか。どうでしょう、いるかな。お、アクターがいる。ショップに行けなかった。いや、あっちにいるんで勘弁してほしい。あ、2人いますね。お願いします。ありがとうございます。さあ、みんな逃げるんだ。私が肉壁になる。
さあ、追ってくるでしょうかね。どこ行くの？重い、重いぞ。ここでいいか。あ、入って、分かってたのに。さあ、どっちに来る？私は回復が買いたいだけなのに、とんでもない邪魔されている。で、向こうで味方がダウン。まずいぞ、これは。体勢を立て直したい。もういいや、回復買って使いましょう。で、味方がすぐダウンしてたのが起きましたね。早い。なので私はここのカードを入れちゃいます。これで残り一つ。おお、なんか飛び道具が飛んでるぞ。あ、いって、なぜ竹が変わっている。あ、え、避けたのに食らったし。いやー、もったいないな。でもここにキラーがいるって分かってると思って、あ、ちょうど飛んでいきましたね。で、味方が助けに来てくれました。お、救助早い、助かります。で、残り1台やってたところの人に行きましたね。で、遠くにいると思うんで、多分回復は間に合うでしょう。ありがとうございます。よし、で、全員回復。これはでかい、本当にでかいですね。で、まあ当然飛んできますよね。避けてるのに、なんで食らうんだよ。いやー、食らいますね。で、まあやってる2台をすごい守ってる感じですよね。で、味方はどこ行ったのかな。あ、いますね。すみません。あ、で、体力減った人がやられましたね。たびたびすみません、ありがとう。で、ちょうどアクターが飛んできて構えていたので、他行きましょう。ただ2台同時にはね、2つ同時にはカバーできるはずがないと思うんで。あ、みんなが別々のところをやるのが大事ですね。で、窓をかなり壊してる感じですね。なんかここで全部壊してるじゃないか。危ない危ない危ない。なるほどね、逃げ道を塞いでいくスタイル。ここにいるんじゃないの。あ、いないな。で、どっちもショップの近くなんですよね、残ってるカードホルダーが。なので、これはね、結構有利だと思うんですけど、どうでしょうかね。今、こっちのショップにアクターいますね。あ、来ましたね。これまずい、死にますね。いや、ことごとく飛び道具食らってますね。これは見ましょう。さあ、2人死亡で残り1台。で、11ですかね。
残念。はい、残念ですね。で、ショップの近くの2つをね、結構注意してたと思うんで、こっち側結構ガラガラですけど、飛んできましたね。で、テレポートで距離を離して、で、チェストを開ける感じですかね。で、もう一人はどうでしょうね。あ、飛んできましたね。もう3箇所をすごい勢いで見てますね。で、姿が見えないので、そうそう、これ食らっちゃうんですよね。で、アーマー剥がされたので、もう体力がないですね、これがね。アーマー強いんですけど、ね、ワンダウンしたら危険があるんでね。回避連打ですね。ああ、それはね、さすがに厳しいですよね。確定で入れられちゃうんで、回避硬直のこ、あ、で、その間に終わらせましたね。そして死んでます。いや、きつい勝負でしたね。残り1台になった時に、まあ、結構楽に勝てるかなと思ってたんですけど、まあ、3箇所すごい頻繁に回ってましたね。あ、さすがレベル30。